まんまと引っかかったな。よし、じゃあショーは足を持ってくれ。どこ雪山、体がロープ、なんで、チッ、こいつ目を覚ましやがった。早く連れて行け、穴はすぐそこだ。じゃあな、来世でまた会おう。私の名前はアスナ。私は動画投稿サイトで配信者として活動している。つい先日、私は人気配信者が集う雑誌の撮影現場に来ていた。私がファンに挨拶をし、帰ろうとすると、姑の姿が。お母さん、もしかして迎えに来てくれたんですか？ありがとうございます。はぁ？そんなわけないだろ？てめえ、クソアスナ。ただ大食いしてるだけなのによ。何が人気なんだよ、ボケがクソが。今度てめえが食う料理に青酸カリ、トリカブとフグの肝、毒キノコぶち込んでやるからね。ボールポイズン。アスナさん、握手お願いします。ありがとうございます。ちょ、押さないでちょうだい。押さないで、押すなって。押すなよ、クソデブ、クソオタク。実は私は大食いタレントとして活動していたのだが、妊娠が発覚し、しばらく活動は休止することになった。休止してからは義実家で暮らすことになったのだが。おいてめえ、何カメラセットしてんだ？破壊するぞ、ボケが。久しぶりに動画投稿でもしようかなと思って。お前にこんな高いカメラなんか必要ないだろ。俺たちが有効活用してやる。そうだね。私たちだってラブラブチャンネルを開設したんだ。なんですか、そのピーが入りそうなチャンネルは。とにかく、お前は動画投稿なんかしなくていいから家事でもしてろ。嫁の語源って知ってるか？クソ無教養豚配信者、クソニートオブゴミ虫？え？そのヤバい名前って、私のことですか？嫁ってのは家の女。家ってのは義実家を指すんだよ。つまり嫁は義実家の奴隷じゃ、ボケが。蹴らないでくださいよ。こんな調子で姑とショーは私に動画撮影をさせようとせず、むしろ奴隷のように働かされた。それからしばらく経って、お腹も大きくなり、臨月に近づいた。そんなある日。作戦は来週でいいかね。そうだな。来週は大雪だからな。え、怖い。笑い方キモ。それから数日後。アスナ、おいてめえ、もうすぐ汚ねえガキが汚ねえ股から飛び出す頃じゃねえか。汚くはないですけど、臨月ですし、いつ生まれてもおかしくないみたいですよ。楽しみだな。俺に似たらきっと神々しいイケメンなんだろうな。自分で言っちゃう？てか、女の子だし。は？メス？メスって。じゃあ、あと次は？え、何ですか、急に怖い顔し。ほら！ドーン！姑は私のお腹を足毛にした。ふぅ！後継ぎも産めないクソアメ、クソアスナ、クソ子宮、クソニート、クソ配信者が。ママ、こうなったら。ああ、そうだね。姑が発狂した数日後、今度は態度を一変させ、話しかけてきた。あすんな、私が肩でも揉んであげよう。ニタニタ。俺は足のマッサージでもしてやる。ニタニタ。どうしたの？どこかで人格をすり替えられたんですか？いつも頑張ってるアスナさんへの感謝の気持ちさ。アスナ、今日は冷えているし温かいお茶でも飲め。ありがとう。私はショーから渡されたお茶を飲むと、今日は大雪でとても寒か、嬉しい。私はひどい眠気に襲われ眠りについてしまった。まんまと引っかかったな。よし、じゃあショーは足を持ってくれ。ラジャ。姑とショーに担がれ、私はそのまま車の中に。そして、どこ雪山、体がロープ、なんで。私の体はロープでぐるぐる巻きにされ、口にはテープが貼ってあった。チッ、こいつ、目を覚ましやがった。早く連れて行け。穴はすぐそこだ。穴？やめてください。ドーン。私は車から蹴り落とされた。人気タレントとしてマウントを取ってきた。美人なママよりも目立とうとした。稼いでる自慢した。しかもメスを産んだ。よって、粛清対象。ドーン。二人は私を穴に落とし、埋め始めた。腹のガキもカチカチに凍れ、アイスベビーだ、ギャッハッハッ。お前が死んだら凍ったガキ腹から取り出して、かき氷機にかけて食ってやるよ。いちごソースでもかけてな、ギャッハッハ。お願い、助けて。助けるわけないだろ。これは、
クソアスナを消してみたっていう企画なんだよ。じゃあな、来世でまた会おう。はあ、早く赤子かき氷食いて。俺も。あ、待って、ちょっと。二人はニヤニヤしたままその場から去っていってしまった。私、このままどうなるの。なんだか眠い、苦しい、助けて、もう、ダメ。そう思った時、犬かきだ。ワン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 。おお、ここに大きな蛇穴がある。もしかして伝説の大蛇が眠っているのか。突然とある男の子が穴を覗き込み始め、なんだ、人間か。なんで人間がいるんだ。お姉さん、ゾンビごっこでもしているのか。助けて。ゾンビが喋った。どうしよう。男の子が焦っていると後ろから女の子もやってきた。はじめ、何してるの？は、春、ゾンビごっこが人間で雪が埋まって大変なんだ。はじめ、何を言っているか全くわからない。とにかくこっちに来いよ。ちょっと、人が埋まってる。助けなきゃ。すぐに大人の人を呼ぶから。とにかく、鼻と口の周りの雪を取って、呼吸の空間を確保して。わかったわ。はじめ、お姉さんのところにいてあげて。わかったぴょん。すぐに春は大人の男性を呼んできてくれ。私は穴から引き上げられた。あれ、アスナか。俺、アスナの大ファンなんだ。握手。はじめ、そんなこと言ってる場合じゃないでしょうが。間もなくして私の足元に生温かい水が流れていることが分かった。アスナから水が流れてる。アスナが溶けた。どうしたらいいんだ。アスナがなくなっちゃう。はじめ、そんなわけないでしょ。破水しちゃったんだよ。すぐに救急車を。しっかり者の春はすぐに救急車を呼んでくれ。私は救急搬送された。すると鬼の形相で姑と旦那がやってきて。ちくしょう、てめえなんで生きてんだよボケ。こいつらがアスナにひどいことをした悪者か。ボクチンのアスナに何しやがった。むきー。はじめ、白目むくなって落ち着いて。てめえか、私たちの作戦を台無しにしたゴミガキは。作戦？わざわざ雪山で穴掘って睡眠薬飲ませて、クソ重いデブ担いで穴に突き落としてやったってのによ。全部台無しじゃボケガキが。アスナやっぱり可愛いな。こっち見て。あんた、写真なんか撮ってないで少しは空気を読みなさいよ。まあ次はしっかりあの家送ってやるからな。クソアスナ、覚悟しとけ。できれば出産中に死ね。じゃあな。二人が病室を出ていくと入れ替わりでとある女性が入ってきた。ハル、どうした？来てやったぞ。ミーサ、こいつら悪者で、可愛いアスナで雪が犬かきでマジキメんだよ。ハル、通訳を。ママ、実は。ハルはミサに事情を説明した。あん？さっき恋人つなぎして出て行ったキモキモ親子のことか？うん。で、調べたところ、あいつらチェリー事務所の社長と副社長っぽいんだ。チェリー事務所って、ライバル事務所じゃねえか。あいつらこんな極悪非道クソ行為やってたのか。今すぐ追いかけてボコボコにしてやる。やら。待って、あいつらどうやらネット事業に力を入れ始めてるらしいの。ああ、なんか鬼面配信やってたな。親子でポッキーゲームやってみた。ママとまさかの接吻の展開に。だったっけ。そうそう、吐きそうなサムネのやつ。それでこの状況利用できるよ。ゴニョゴニョ配信、ゴニョゴニョ雪で、ゴニョゴニョ大会。なるほど。おい、アスナ、元気な子産めよ。ババアとマザコンは私らに任せろ。ビシッ。私は力を振り絞って親指を立てた。数日後、私は無事に女の子を出産した。出産にはショーとシュートメの代わりにミサたちが立ち会ってくれた。そして私は子供を連れて記事一家に帰ると、バーン、キャー、チッ、外したか。私が入るなりシュートメはエアガンで赤子を撃ってきた。ああ、ミルクくせえバカガキが来たよ。殺虫剤でも吸わせるか。いい加減にしてよ。まあでも、このクソアスナのおかげでチャンスが舞い込んできたんだ。それだけは感謝してやるよ、ギャッハッハ。チャンス？私たち今度ミサ事務所主催の恋する雪合戦に呼ばれることになったんだ。公式ミサミサチャンネルの生配信に出させてくれるんだって。それはすごいですね。有名人になれる上に優勝したら1000万円らしいしな。こんな美味しい話ってあるか。それから数日後、ミサが主催した雪合戦が行われることに。キャッハッハッ、これで私らもネット界の有名人だ。ブンブンハロー YouTube シュートム TV、 ギャッハッハ。1000万
万円、1000万円、ママと混浴温泉旅行に行くんだ。はーい、2チームに分かれてもらいます。チームはチェリーチームとミサチームです。え？チェリーチームはこのボンクラ2人、ミサチームは5人で。5人？この前のガキども、おい、不公平だぞ。ぶっ潰してやる、クソが。はじめ、今日は暴れなさい。私もミサチームだから。な、てめえアスナ、お前はこっちだろうが。私らの恩はどうしたよ、クソが。さあ、何のことか知らないな。あなたたちに恩はあっても恩なんかありません。こんな裏切り者が。パンパンパン、キャー。突然シュートメはポケットに忍ばせていたエアガンを取り出し、私に連射した。そして私の髪の毛をつかみ、目にエアガンを押し付けてきた。これはエアガンじゃなくてガスガンに改造してんだよ、ボケが。てめえの目ん玉これでぶち抜いてやるよ。うわ、最高の放送事故じゃん。登録者伸びそう。こんなクソ裏切り嫁、眼球弾け飛ばしてやら。死ねえ。キャー。おら、まだ始まってねえだろうが、ボケが。ドーン。ブヘー。遅れてやってきたミサが二人に飛び蹴りをかました。そして倒れた二人の髪をつかみ、何やってんだてめえら。あ、生き埋めの次は銃刀法違反かてめえ。その頭バカバカにしてやるよ、こっち来いや。バカが、ここは雪だよバカ。てめえが嬉しそうに当たる顔面なんとかも雪のせいでできねえ。うっせんだよボケが。バン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 、ミサは顔面ツインドラムを奏でた。ギャー。なんでこんなに雪が硬いんだよ、クソが。顔面ドラム用に水かけて固めといたんだよ。罪人打ち付け専用のアイスステージじゃ、ボケが。なんだとてめえ。おらおらおら、キャー。てめえ、うぎゃー。そのおもちゃはボホ。なんなんだよボケが。キャー。きたきたきた、僕が見たかったやつだ。これ僕が見たかったやつ。キャー。この子大丈夫？変な子じゃないよね。バキ。ミサはそのまま素手でガスガンを破壊した。いやー、私のアスナ動物専用銃デザートイーグルが。黙れやボケが。雪合戦の意味知らねえのかよ。雪だっつってんだろうがボケが。キャー。うわ、クソゲード氷漬けバカバカ雪合戦始めっぞ。デュエル開始の宣言をしろ、急な。はい、それではスタート。ほら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 、キャー。私たちは雪玉をシュートメとショーに何度も投げつけた。このてめえら絶対に雪で窒息死させてやる。キュン、ドスドス。雪の中に石仕込んでやったぜ、カスどもが。こら、はじめ、ナイスすぎる。ハル、これ使ってもいいか。許可する。これはピッチングマシン？うわあ、もう球は入れちまった。何言っているんだ。こんなの雪玉なんか入れても使い物にならないだろう。そうだな、やれるもんならやって。コツンコツン。ブハッ。やべえ、間違えて野球ボール入れちまった。わあ、始めたら本当におバカなんだから。いや、本当に思ってる。俺のアスナを傷つけたのが悪いんだ。俺悪くないもん。どっかで聞いたセリフね。このクソガキがむちゃくちゃやりやがって。すると旦那ははじめの頭をつかみ、ブンブン振り回したのだ。どうだ、てめえもクソアスナみたいに穴に埋められたいのか。うわ、俺は穴行きじゃないから嫌だ。もしかして穴と穴をかけているの。このままボコボコにしてやる。やめろよ、この顔面ドブネズミ、キモクソマザコン TV やろうか。ズドーン。ブワヘー。突然ソリに乗った女性が二人に激突した。やばい、腰が。この誰だよ一体。ってお前は人気モデルのルカ。なんと女性はミサ事務所人気タレントのルカだった。ルカだよー。 CM テレビ雑誌に引っ張りだこの可愛い可愛い可愛いルカです。自分で言うのかよ。てめえ、よくも私の大事な息子をそれ以上バカにしてくれたな。あ、はあ、こいつてめえのバカガキだったのか。てめえのクソガキ、ママの可愛い可愛い顔によくも傷を。シュンドスゴッハー。よ、ひまわり。いや、世界の名画のことを言ったわけじゃないのよ。やべえ、悪人の急所に直撃した。おお、弾が3つに。ルカ、初っ端から飛ばしすぎだぞ。ごめん、マザコンがキモすぎてつい許してちょんって。何がって、だこのクソ女、
大事な大事な翔ちゃんのさらに大事な大事なところをよくも。なんかよくわからないけど、キモいですね。でも、こっちの方が楽しめるでしょ？アスナちゃんと赤ちゃんの命奪おうとしたんだから、そっちも二人分の命かけてもらわないと、等価交換成立しないよね。ん？母ちゃんって面白い。やっぱ最強の師匠だぜ。怖い。かっくこ、できてるよね。雪玉とか、当たっても何のリスクもない生ぬるい茶番はもうやめてさ。ルカが、ガチの雪合戦ってのを、教えてあげる。はぁ？するとルカはアイスボックスから何かを取り出し始め。この日のために特別生成しておいた、ルカお手製の喉元串刺し即死つららだよ。刺さったらイチゴシロップぶっしゃーだよー。いいねいいねいいね。自給自足イチゴかき氷の出来上がりだね。うっひゃー、母ちゃんのつららスナイパー来たー。母ちゃんのつららはすごいんだぞ。遠くの鹿とか一発で仕留めるんだぞ。ちょ、なんなんだよこの親子。やべえ、手に負えねえ。え、何コンポ頼んでゆっくり完成してるの。うわー、このつららとか最高。確実に喉貫通しそうなエリナ。大丈夫？完全に目がいってない？倫理観が欠如してやがる。倫理観が欠けているのはどっちなんだろう。こいつら。はーい、満場一致いただきました。それでは罪人つらら串刺しの計いくよ。俺も。ちょ、やめろ。やめろ。せーの。ヒュン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 、グサグサグサ。いやー、ほらほらほら、逃げてばっかじゃなくって、てめえらもかかってこいや。まだまだやれんだよ、こっちは。さっ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 。じゅー、はる、砂糖醤油できた？もう少しかな。そっちは？餅まで焼いてるし。しばらくショーとシュートメはルカに追い回され、ボロボロの姿で戻ってきた。くそ、雪合戦って騙してこんなことまでして。くそ、てめえらまとめて訴えてやる。あ、人が持ち食ってる時にやかましいんだよ。七輪でこんがり焼くぞ、てめえら。訴えられるのはてめえらの方だろうが。あ、は、お前らに何の関係があるんだよ。こっちは大事な大事な社員が穴に落とされて殺されかけてんだよ、ボケが。てめえ、熱々の餅丸飲みさせんぞ。何が大事な大事なって。え、社員？おい、アスナ、どういうことだ。実は私、ミサ事務所と契約してたんです。ああ、んなこと聞いてないぞ、てめえ。話してないですもん。事務所経由でぶっ潰してやるからな、てめえ。やーいやーい、犯罪者犯罪者、逮捕逮捕。今回のことは弁護士を通してきっちり慰謝料を請求させてもらいますから。証拠もねえのに慰謝料とかでかい口叩きやがって、脳なしクソ女が。確かに証拠は。私らの勝ちだ。ほら、主催者、私らへの慰謝料ということで1000万渡せ。今日のところはそれで勘弁して。アスナって写真でも実物でも可愛いな。ピッ、てめえか、私たちの作戦を台無しにしたゴミガキは。作戦？わざわざ雪山で穴掘って睡眠薬飲ませて、クソ重いデブ担いで穴に突き落としてやったってのによ。全部台無しじゃ、ボケガキが。できれば出産中に死ね。じゃあな。突然はじめのスマホから動画が流れた。はぁ、いい？え？はじめ？ああ、俺動画にしてたんだ。動画？なんだよこれ、クソガキ。病院でアスナが可愛いから写真撮ってたら、間違えて動画にしてたんだ。雪山に置き去りにしたことも、お姉さんを消そうとしたこともきっちり証言してる。これなら立派な証拠になるね。勝手に撮っててごめんちゃい。はじめ、盗撮はダメって言ったでしょ。母ちゃん、雪を口に詰め込まないでくれよ、ごへ。まあでも今回はグッジョブだ。おい、てめえら、もうこれで言い逃れできねえぞ。あ、そんな。仕方なかったんだ、こいつ美人の私より目立って、島に女はらみやがって。あん、ブサイクババアが何言ってんだよ。それに女の子でもいいだろうが。あ、孫はなんだって可愛いだろうが、クソババア。アスナ、どうか今回のことは許してくれ。メリオブザイヤー、絶対にあなたたちを許しません。おお、コメント欄もかなり炎上してる。あ、視聴者の方が丁寧に警察まで呼んでくれている、ありがとう。警察？
私たちは捕まらない。残念だけどもういるよ。嫉妬に狂った汚ねえババアとママ大好きマサカ男を捕まえに来たけんな。あ、アスナさんにルカさん、俺っちも大ファンなんですよ。こいつまでアスナを、ラブラブチャンネルの私らの方が。あんたらのチャンネルなら衝撃的で不快で吐き気を催したため削除しましたって出てたよ。なんか削除理由に主観入ってない？はぁ、あ、多分あのポッキークソキモ接吻サムネのせいだね。ってことや、行くぞ、署までご同行。うぎゃママママうぎゃ。ちょ待ってくれって、今回は幼児化タイプかい。久しぶりに見たわね。あらよしよし、怖かったね。こら、大の大人が翔ちゃまを泣かしてやめなさい。ほら、あっちでママがいい子いい子してあげまちゅから。おら、どこ行くんじゃ、はよ、翔まで。おぎゃー、うえうえうぎゃー。やばい、頭がグラグラする。新しいタイプだ。70歳にして幼児か。ババア、なんでもありかよ。やべえ、黒すぎ。こら、ママが泣いちゃったじゃないか、このケダモノ。ほら、あっちでイケメンショーがチューしてあげるから。あー、キモいキモいキモい。どこ行くねん、どこ行くねん、どこ行くねんち。さっさと署まで来いって言うとうやろうが、ボケが。ヒュン、クソ。こうして二人は逮捕された。私はミサ協力のもと弁護士を通して二人に多額の慰謝料を請求した。今回の炎上のせいで、ショーと姑の会社は倒産。現在の二人はというと、この前は本当にありがとうございました。いいってことよ。アスナはうちの大事なダチだし、社員だし、これからよろしくね。もちろんです。あの二人は今、どこで何をしているんですかね。ルカは関係者から、ババアは川で洗濯しているところを見たって聞いたよ。川で洗濯って。俺はおっさんの方が落ちてた布団に生えたキノコ食って悶絶してるところ見たぞ。ほら、正面。こら、はじめ。面白すぎる。SNS でもあんなに炎上したからな。もう当分シャバでは生きていけないだろうな。あんなの歩く犯罪者ですもんね。こんな調子で二人は地獄のような毎日を送っているようだ。私はミサの事務所で活動を再開。これからは生まれてきた子供のためにも、私が立派になろうと誓ったのだ。